こんにちは、タレさんです。イエイ。はい、今日はね、TLM に乗って、ツーリングしてます。オンロードツーリングをしてます。はい、それでね、まぁ、ちょっと目的地までかなり時間があるので、雑談トークやりましょう。イエーイ。はい、今日のね、お題はね、SNS のコメントの書き方。はい、またこの話、コメントの話をしなくちゃいけません。はい、実は先日、まあもう僕がこの動画上がる頃には1ヶ月前の話ぐらいになってるかもしれないけど、とある動画を撮りました。はい、フォトブログね。まあ僕のいつものパターンのやつ。そうすると、まあそれに対しての、まあ、ケチというか文句というか、のコメントと、あと DLM のことを喋ってたんだけど、それに対してのなんか上から目線なコメント入ってました。はい、で僕は速攻でその方を、チャンネルから非表示にしました。はい、っていうのが、結局原則としてこれ遊びなんですよ。公共の場ではない、公共の誰でも見れる、あの YouTube は誰でも見れるけど、公共の電波のような、使える人が限られててっていうものではなくて、誰でも参加もできて、発信もできて、受信もできる、で自分で選ぶこともできる、見るものを。なので、面白くないもの、不快なものに関しては見なくてもいいし、それに対して批判のコメントをする必要もないし、SNS 全部そう、TikTok だろうが、Instagram だろうが、Facebook だろうが、Twitter だろうが、全部そう、はい、炎上したりするのが好きな人は別として、はい、そこに批判的なコメントを書く人は僕は基本的に人間のクズだと思っていて、もうこれはっきり言い切ります。人間のクズです。はい、なぜか、はい、それはその人が楽しくやってるものに水を差すやつはクズです。はい。やった言ったわ俺と思ってるけど、でもいいよ、自分のチャンネルでやってるので、はい、でそこに対して、納得のいかないこと、不満なことがある場合、また正したいものがある場合はご自分でチャンネルを開設し、そこの文句が言いたいチャンネルを超えるチャンネルを作って、より強い、その人よりも強い発信力を、自ら作って自分のチャンネルで言いたいことをおっしゃってください。はい、そのサイトでやるのは卑怯者のやる、クズのやることです。はい、何回も言います、クズのやることです。僕は本気で思ってて、で、なんていうの、その人と仲良くなりたいからコメントをするというところが SNS の基本的な、なんていうのかな、性善説です。はい、性善説的に話をすると、その方と仲良くなりたいからコメントをする、その方を不快にさせたい、そこのチャンネルの視聴者を不快にさせたり、問題提起をさせたいのは、ま、間違いです。はい、問題提起は自分のチャンネルでやりましょう。はい、でそこにいる方々と仲良くなりたいと思うコメントなのかどうかを考えてから送信ボタンを押しましょう。はい、言いたいことは分かるんよ、こうした方がどうか良くなるんじゃないのって思って言ってやったのよとか、DLM の使い方はそうじゃねえよとか、分かる分かる、言ってることは分かる、はい、言われてることも俺もよく分かるけど、これ俺好きでやってんの、うん、楽しくてやってんの、で趣味なの、仕事じゃねえの、お前と契約してお前がクライアントで、金もらってやってんじゃねえのっていうところを理解しなさいって思います。はい、なのでどんなクズな、クズなポンコツ、クズなっていうかクズは嫌だな、クズはそいつなんだから、どんなポンコツの動画を作っても俺は好きで作ってるの。なので、人が好きでやってることに水を差すやつはクズです。はい、だと思ってます。だからそういうクズとは仲良くなりたいと思わないので、例
例えば同じその人ね、TL も多分乗ってるんですよ、同じバイクに。普通同じバイク乗ってたらシンパシーを感じて仲良くなりたいと思うものなのですが、僕は一切なりたいと思わなくて、一生出会いたくないと思いましたから、はい、速攻でチャンネル非表示しました。ブロックはしてない、うん、うん、そこまで大人、あの子供ではない、うん、だから河野太郎がね、政治家の河野太郎がね、ブロックだか不表示だか知らんけどやらなくったとか言うんでネット民が騒いでたけど、それは政治家だからね、いろんな人の声を聞く必要もあるでしょう。でも僕の場合は趣味ですから、一切その意見を聞く必要がない。趣味に関しては自分の好きなようにやらせてくれ。お前の金は一円も使ってない。自分の稼いだ金で遊んでいるって思ってます。はい。なので、そういう方とは一緒に出会いたくもないし、縁を一瞬で切っても何の後悔もありません。はい。やっぱね、そこのところをよく考えようよ。うん。で、やっぱそのコメントの基本で、ミスるやつの原則は、上から目線で物を言う。で、僕のチャンネルって多分、見てる世代が僕と同じぐらいなの。大体そんなもんね、人間関係ってそいつの上下10歳ぐらいのとこに大半が集まるんですよね。本人の。うん。なので、そうするとその人は多分、僕に近い近しい年齢で、ベテランさんなのかもしれない、バイクに関してはね。だけど、おそらくその方は他の場面でも、バイクの初心者とかいろんな方に対して上から目線で頭ごなしなものを言っていると思います。多分嫌われてる、うん、嫌われてるあなたは、うん、と思います。はい。なので、そこのところをよく考えた方がいいと思うよ、うん。で、やっぱり、チャンネルとか、まあ、僕の場合はサルさんのモトブログっていうチャンネルだけど、他人の SNS に、訪問して見て面白かったらそれでよし、面白くなかったら見なきゃよし、はい、でチャンネル登録、気に入ればチャンネル登録すればよし、でコメントを書くときの一番大事な、要点一つ、はい、それは相手がどんな年下、どんな後輩、どんな弱輩であろうとも、人の家にお邪魔して物を言う以上は、失礼します、こんにちはって言うでしょ。お前の来てやったでって、おい、開けやドアって、なんやこの家って言うやつはほとんどいません。はい。一般でね、普通は、上から目線で物を言うのではなく、その家のところにお邪魔した時にはこんにちはって、普通の礼儀正しくこんにちはって、相手がすげえまずいものを例えばお茶が出されてもああごちそうさまでしたって言って帰る。これが人です、大人です。だけって予想に出たわ、興奮して広島電話出たわ。だけ、そういうことをコメントを書くやつは日常生活でもそれができないクズです、はい、なのでクズが表示されると、他の僕のポンコツ動画を見てくれてる方にも申し訳ない、仲間だとあこの人も仲間なのかなと思われると申し訳ないので、速攻消して僕の関係者になったら永遠にあなたは抹殺されました、はい、というのが僕がすぐ消す理由です。はい、それともう一つ、TLM 僕乗っててその人も乗ってるらしいんですけど、まあ、今回この人は特別に非難してますけど、はい、自分のチャンネルだからね、いいよ、うん、で特殊なバイクなんですよ、あんまり、うん、世の中にない、ないというか今乗ってる人も少ない、うん、でこういうものを乗ってるっていうのはすごく自分がマイナーでレアなんですよ。変な言い方だけど普通の人じゃないんですよ。一般的な価値観からずれてるの、俺らは。それは僕が古い CB を乗ってても思ってることなの、うん、僕の場合は古いバイクが好きで絶版旧車が好きで乗ってるのではなく、ずっと三十何年乗り続けたら絶版旧車になっちゃっただけなんだけど、 CB が好きで乗ってたら。でもそういうの乗ってるとやっぱり周りから見るとすごいマニアックな変わった人に見えるわけですよ。そこでね、偉そげなことを言うとね、もう人は寄ってこない。
か CB のオーナーズクラブに出入りしたこともあるんだけど、その時も新たに CB 若い子が買って来た時にベテランのクラブの企画の人がものすごい専門的なことも知識をひけらかして、お前そんなのも知らんのかみたいに言ったら、あのその子二度と来なくなる。俺も長く乗ってるけど、あの CB だってね乗ってたけど、乗ってるけど今も同じクラブで走った時にはすげえ敷居高かった、なんだこの人だと思ったけど、でも幸いにもすごくフレンドリーに話をしてくれる方が何人かいらっしゃって、その方のおかげで僕はそこの同じクラブの一員として楽しく過ごすことができるようになった、TMM だのトライアルだのって、特にトライアルなんてほんとマイナーだからね、好きで好きでやってるのはバカンサイズ悔しいかもしれんけど、マイナーでまともな人間が普通のバイク乗りが足突っ込む世界じゃないからね言い方悪いけど、俺だってこう好きでこうトライアルバイクトライアルしたくて買ったわけじゃないからね、だけど乗ってみたら結構楽しいし、それは伝えたいと思ってやってるところに、ああどうこうのって言って見下して自分の好きなカテゴリーの幅を狭めて誰も入ってくんだよって、どうすんの、バカじゃねえお前って、思いました。はい、そんな感じでね、やっぱり、オートバイなんてその乗ってるその SS でもハーレーでも全部そうなんだけど、特殊なんですよ。カテゴリーが全部あって、そのカテゴリー以外の人がそのカテゴリーについて語ると違うんだけどなーって思うことってある。それは CB のことで言われたらそういうふうに思うこともある、一遍に見るとね。だけどそれをそこのその人のところで、お前はそんなことにできねえのか知らねえのかって書かない。大人だから、大人だから。でそういうことをね、バカラインやつを来るって言います。はい、なあもうはっきり今日は言いましたね、アスピーさ。はい、という感じで、今日の雑談トークは SNS のコメントには気をつけよう、まあそんな感じの話です。はい、まあ常連さんとか僕の動画を見てくださっている方はよくわかるっていうコメントいただけるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じで今日のところはここまでにしましょう。ではまた、バイバイ。 GoPro ビデオストップ、 GoPro ビデオストップ。